動を受けて収まりました。スタートしました。真ん中6番のプリンスリターンがポンと好スタートを切って、プリンスリターンが今先頭にいますが、そのうちから2番のバルナ並んでいきました。しかしそのまま6番のプリンスリターン、今日は前へ行きます。そして7番ディモールトが3番手で、内からようやく行き足ついて1番のサンクチュエール、今4番手から3番手に上がります。その後3番のコルテジア、前から5投目で、外9番のルースドール並んでいっています。控える形で1馬身半差、8番のカバジェーロ、そのうち4番タガノビューティー接近して後方から3投目です。あとは5番のオーマイダーリン、おしまいから2投目、坂を上がります。2馬身がいて10番のヒシタイザンが最後方、まもなく坂の頂上にかかります。行き切った2番のバルナ先頭で800を切って坂の下り2馬身のリード、6番のプリンスリターンが2番手につけています。そのうち体半分、1番サンクチュエール3番手、外1馬身差7番ディモールと4番手、3、4コーナー中間、1馬身半差3番コルテジア、外は9番のルーツオール、600はすでに切っています。そして1馬身がいて8番のカバジェーロ、外から4番タガノビューティー、じわっと進出、最内5番のオーマイダーリン、第4コーナーから直線コースに入りました。逃げます2番のバルナ、リードを1馬身半、外からムチを振るって6番のプリンスリターンが並んで捉える、2頭の間を狙う1番のサンクテュエール、まもなく残り200の標識、その後は2馬身がいて3番のコルテジが、2馬身がいて4番タガノビューティーです。さあ先頭6番のプリンスリターン、その内から1番のサンクテュエール、1番のサンクテュエール、わずかに捉えてゴールイン。スタートしました。若干11番モザースコット後ろからになりましたが、巻き返していきます。先行争い好スタート、5番コパノキッキングが行くか、6番ワイドファラオ、13番ヨシオ、押して押して16番のドリームキラリ、前が4頭固まって先行していきます。2馬身後ろからは2番の帝王ヘリオス、そして3番のミッキーワイルド、2頭が並んでいきました。後位の後ろとなります。1番の帝王ジーニアスが中段のインコース、あとは外に15番のダノンフェイスが続いていって、3コーナーカーブ、10番のボバから後方外から上がっていった11番のモザースコットです。1馬身差8番のブルベアイリーレ、3馬身が相手7番スマートアバロン、4番ワンダーリーデル、後方3投目9番カフジテイク、12番アードラー、そして最後方14番サングラスという展開となっています。残り600、4コーナーのカーブにかかります。わずかにドリームキラリが先頭ですが、この外から接近は5番コパノキッキング、並んできて直線コースに向かいます。その後ろ外に持ち出して、ヨシオ、ミッキーワイルドが間から外に持ち出して、6番ワイドファラオが上がってきて残り400を通過します。この外から追ってくる11番のモザースコット、釣れるように内で15番ダロンフェイスが追い込んできて、後方からの追い込みはスマートアバロンブルベアイリーで、間から10番ノボアから以下、残り200を切って抜け出した5番のコパルキッキングですが、一気にやってきた11番のモザースコット、モザースコット、外からはスマートアバロン以下追い上げているが、11番のモザースコットが抜け出した。モザースコット先頭ゴールイン。2着は5番のコパノキッキング、最後外から追い込んできた7番のスマ、9頭ゲートイン完了。スタートしました。5番アジュバンとタイミング合わず後方、まず先行争いは3番心の灯台、並んで7番フィリオアレグロ、内からは2番ビターエンダー、周回コースの向こう上面に差し掛かるところで、まずは3番心の灯台と2番ビターエンダー並んで追走、押し出されるようにビターエンダー前に出ました。外7番フィリオアレグロが3番手ですが、内から川崎の円かわしていって2番手に合わせます。その後差がなく4番新軍バズーカ、そして6番ダーリントンホール、後方内から巻き返していく5番アジュバント、8番マイラプソディは中段後ろの外目、現在後方から2投目、しかし先頭との差は5、6馬身です。9番の思考が最後方です。9頭やや一段となってこれから3コーナーのカーブを回っていきます。2番ビターエンダー先頭、前半の800は50秒前後で通過していきました。これから3、4コーナー中間へと差し掛かります。内から1番の円が2番手に上がって、外並んで3番心の灯台、そして6番のダーリントンホールが仕掛けて今2番手に上がっていこうとしています。その後4番新軍バズーカ、並んで7番フィリオアレグロ、依然として8番のマイラプソディは後方2、3番手です。5番アジュバンと9番志向が続いて4コーナーカーブ直線コースへと向きます。
わずかに先頭2番のビターエンダー、内は1番の円並んでいます。この2頭の間、6番ダーリントンホールが伸びてきて、残り400坂を登ってきます。外はムチが入って3番心の灯台、その後は7番フィリオアレグロ、1番外から8番のマイラプソディ追い込みに入っている。坂の上り依然頑張っている2番のビターエンダー、内並んで6番ダーリントンホール200を切りました。3番手横一線でようやく8番マイラプソディ、3番手まで上がってきていますが、3番手争いまで前は2番ビターエンダー、6番ダーリントンホール、ダーリントンホールビターエンダー並んで合理。3着争いも接戦、7番フィリオアレグロと8番マイラプソディ。スタートしました。わずかに15番ケイティブレイブ、好スタートですがほぼ一段になりました。まず先行争い、3番ワイドファラオが逃げていってダートに入りました。2番アルクトスが2番手、3番手内から1番のブルドッグボスです。追っていきました。5番のインティ、4番タイムフライヤー、そして外目7番ベンジェンスも後位につけていきます。1馬身差13番のデルマルーブル、この内から上がる12番のモザースコット、先頭までは 5,6 馬身のところ、1馬身差15番のケイティブレイブ中段、その後3馬身差後方より16番のワンダーリーデル、外から10番ノンコの夢、間9番サンライズノバ、2馬身相手後ろから3頭目8番のキングズガード、後方に14番のミューチャリー、そして11番のモジアナフレイバーは一番後ろとなっています。 3,4 コーナー中間に向かってやや縦長、先頭わずかに3番ワイドファラオ、内2番のアルクトス並んでいきました。前の2頭4コーナーのカーブ、その後ろからは4番タイムフライヤー、4番手外目から追い上げを開始5番のインティ、その後ろブルドッグボスベンジェンスミッキーワイルド、モザースコット後位の内目、直線コースに向かいます。ワイドファラオをかわして最内から残り402番のアルクトスが前へ出ました。リードを1馬身取ります。その後ろからタイムフライヤー接近してくる、これら3頭の外に持ち出して12番モザースコット、その後ろからインティ伸び足どうか、外からピンクの帽子2頭、15番ケイティブレイブ長岡義人、連れては16番ワンダーリーデル、その後ろからサンライズとは持っているが堂々抜けました。12番のモザースコット2馬身3馬身のリード、ケイティブレイブが2番手に上がって前を追っていますが、先頭はモザースコットだ、ゴールイン。2着は15番ケイティブレイブ、3着争いが最後で2頭接戦になりました。揃って出ました。注目先行争い、内から2番のクレイジーアクセル、押して出ていきます。ムチが飛んで9番シークレットアリア、そして11番サルサディオーネ、3頭が横に広がって先行していきまして、4番手以下を離していきました。離れた4番手に3番プリンシアコメータ、外から10番ラインカリーナ、早くも展開縦長で前は3コーナーカーブを迎えます。中段前に12番当選ガーネット、あとは8番のピアノ一丁、内に4番アッキー、後方勢6番ナムダメルシー、外から7番アンデスクイーン、1番サンルイビル、続いて5番のパッシングスルー、後ろから2投目13番グレードコマンダーシンガリ、縦長でホームストレッチに出ていきました。逃げるのは2番のクレイジーアクセル、リード体半分ほど、11番のサルサディオネがついていきます。差を詰めていきます。3番手以下が離れまして、10番ラインカリーナ3番手に押し上げる、そして3番プリンシアコメータ4番手、9番シークレットアリア遅れていきました。1コーナーカーブ、後ろは12番当選ガーネット、この圏内に7番アンデスクイーン、縦長のまま1コーナーをカーブ、前は 1,2 コーナー中間に差し掛かります。2番のクレイジーアクセルが先頭、体半分ぐらいまで差を詰めてきました。11番サルサディオーネが2番手向こう上面に出ます。離れた3番手10番ラインカリーナ、その後ろに3番のプリンシアコメータ、5番手以下依然離れまして12番の当選ガーネット、遅れていくシークレットアリア、かわして上がっていく7番のアンデスクイーン、そして5番のパッシングスルーも徐々に差を詰めていく。4番アッキーその後ろ、あとは後方勢ピアノ一丁、ナムラメルシー、外には1番サンルイビル、13番グレントコマンダーシンガリ、変わらず3コーナーをカーブしていきます。先行勢一気に飲み込まれた。ここで10番ラインカリーナ先頭、ついていくのは3番プリンシアコメータ、400通過、クレイジーアクセルサルサディオーネ交代、3番手に押し上げてきた7番のアンデスクイーン、外には5番のパッシングスルー、4コーナーから直線、あとは後ろ追い込んでくるのはアッキー、先頭は3番プリンシアコメータ、外から迫ってくる7番アンデスクイーン、アンデスクイーンが先頭に変わった、食い下がるプリンシアコメータ、追い込み勢外からナムラメルシー、連れて伸びてくる5番のパッシングスルー、ナムラメルシーが2番手前に迫ってきたが、先頭アンデスクイーンゴールイン、7番アンデスクイーン勝ちました。迫った6番ナムラメルシー2番手、そして5番のパッシングスルー3番手、3番プリンシアコメータ4番手、以下10番ラインカリーナ、ゲートイン完了。
スタートしました。2番白山ルドルフ遅れで後方から、まずは序盤のポジション取り押している。内から6番山のファイト、これが花を切っていこうとしています。追っていくのは14番のアナザートゥルース、2番手から前に迫っていって7番タガノゴールドが今3番手、1馬身差4番里の足が続いて1周目3コーナーカーブ、並んでいくのは5番当選ブル、さらには8番のサウンドトゥルー、 3、4コーナー中間に差し掛かります。間が空いて11番長谷のパイロ、内を通って1番のジョーダンキング、4コーナーカーブに入っています。1周目のホームストレッチで入ってまいりました。あとは後方から当番の光栄ワンマンが続いています。内を通っては3番のウェスタールンド、中段やや後ろ内を進んでいます。あとは13番フレアリングダイヤ、後方は広がっています。2番の白山ルドルフ、9番のジュンスターホース、間を通って12番北の一等星、各馬ゴール番前を通過して1コーナーカーブ、14番のアナザートゥルースが先頭に立っています。並んでいくのは7番タガノゴールド、 1,2 コーナー中間に差し掛かります。3番手内を進んで6番山のファイト、残り1200の標識を通過、外から8番サウンドトゥルーは4番手につけています。2コーナーカーブから向こう上面、それから4番の里のアッシュ、並んでいくのは5番当選ブル、残り1000の標識を通過、1馬身半差1番のジョーダンキング、並んでいくのは11番長谷のパイロ、さらに当番の光栄ワンマン、その後ろに3番のウェスタールンド、前まで10馬身ぐらいのところを進んでいます。後方離れました13番フレアリングダイヤ、12番北の一等星、2番の白山ルドルフ、後ろから2頭目、最後方に9番ジュンスターホース、前は3コーナーカーブ600の標識を通過、14番アナザートゥルースが先頭、迫っていった8番のサウンドトゥルー、サウンドトゥルーが2番手から前に並んでいきます。7番タガノゴールドが3番手、 3,4 コーナー中間400の標識を迎えるところ、迫ってきたのは3番のウェスタールンド、外目から3番手に上がってまいりました。前は4コーナーから直線です。14番のアナザートゥルースが先頭を振り切った、リードが3馬身4馬身広がった、外から追ってくる3番のウェスタールンドが2番手に上がって、3番手8番サウンドトゥルー200を通過、先頭は14番のアナザートゥルースが突き放しているが、3番のウェスタールンドが差を詰めてくる、サウンドトゥルーが3番手、先頭14番のアナザートゥルース、アナザートゥルース先頭ゴーリン、14番のアナザートゥルース、結局先頭を譲ることはありませんでした。クリストフルメール騎手、14番のアナザートゥルースが体制完了、スタートしました。ほぼ揃いました。さあ先行争いです。横に広がっています。さあ内目から4番のダイバキャグニー、押してまずは先頭に立っていきます。外からスーッと12番のマイヌルファンロンが2番手に上がって前に迫っていきます。3番手は1馬身7番ギベオン、その外から8番サトノソルタスが並んでいって、間に6番のサートルナーリア、ちょうど3番手集団の間、その後ろに1番ケイデンスコール、2番ラストドラフト、ソニーは11番のジュンバルカンと広がって、各馬1コーナーのカーブです。先手を取ったのは4番ダイバキャグニー、リードは1馬身半、2番手12番マイネルファンロン、1馬身3番手外に出して8番のサトノソルタスの追走、それから1馬身内が7番のギベオン、1馬身差5番手、6番サートルナーリアで向こう上面です。2馬身相手中段内1番ケイデンスコール、その2番のラストドラフト、2頭の牛は3馬身3番西野デイジー、11番のジュンバルカンが並んで、1馬身10番ロードマイウェイ、9番のブレスジャーニーが1馬身差の追走、3馬身5番のサフノガーネットが最後方です。 1000m は63秒6で通過、各馬第3コーナーに向かいます。4番ダイバキャグニー先頭、リードは2馬身です。2番手に12番マイネルファンロン、800を通過、3番手1馬身外8番サトノソルタス、1馬身7番ギベロンが3番手を、ギベオンが4番手を進んで 3,4 コーナーの中間へ、さらには6番サートルナーリがそれにじわっと接近して600を通過、その後ろから2番ラストドラフト、内から1番のケイデンスコールが続いて第4コーナーのカーブ、ダイワキャグニー先頭で4コーナーから直線へ400を通過、その後ろマイネルファンロン、サトノソルタス、そしてギベオンは内をついています。その4頭のソニー、サートルナーリア楽な手応えで上がってくる、そして西野デイジー、さらに外からラストドラフト200を通過、さあ先頭は6番のサートルナーリア抜け出した、ダイワキャグニー粘っているが8番のサトノソルタスの争い、先頭は6番サートルナーリアゴールイン、6番サートルナーリア完勝です。